ストップ、まずね、あの回すのがもう全部横振りなんで、もうちょいこう上からね、あの自分の肩の線上を回していくという感じで、あのやってもらったら OK です。だから横からなんで、あのすごいあのこっちの、 あの横へのブレがちょっと強いんで、だからしっかりとあの前に手を出していくような感じ。だから自分の体からははみ出へんようにしっかり泳ぎます。はい、大丈夫です。はい、あ、この辺までにしましょうか。 12.5 まで。何見ます？全体的に。はい、いきますよ。はい、ちょっと、まあ、肩とか痛みとかあります？ないですか、ね、硬いんですか？硬いですかね。だからちょっとね、こう変えてきたらそのままこう手を出してるという感じです。頭に、はい、だからあれをちょっと頭の上から手を出すっていうような感じで持っていってあげるだけで、あのこの遠心力を使えます。はい、今ちょうどこういう前に出すと、これをちょっと頭の上から置いていくでやってもらうとスピードが上がる。ありがとうございます。はい、はい、何見る？え？全体見る。はい、よー、はい。だいぶあの手が近場に入るっていうのは治ってきてるから今の感じで OK やねんけど、前であの 50m 泳ぐに至っては前で止めてる時間がちょっと長いから、だからあそこちょっとあの回転ちょっと早くて、だから陸上とかでこういうトレーニングを、ちょっと早く回すっていうトレーニングをちょっとやってもらったらすぐに見えると思います。はいはい、何見ます？バタフライ。はい、ストップ。はい、ストップ。あの、全体的にめっちゃ力んでるんで。だから、あの、水の上はもう力、パッて抜いて前で。あともうちょいね、ちょっと押し切ってしまったら手があの水の 中でこう回せないので、ちょっと横に弾いてください。弾いて前に、で力も上半身のこのリカバリーの時は抜いてあげる。はい、はい、何見る？え、何見る？